今日も天気はいいです。日本は F-35 を大量購入する予定です。ですが、この F-35、やはりかなり必要です。現在 F-15 戦闘機がもう老朽化というか、もうそこまで使えない状況で、やはり新しい最新鋭の戦闘機も必要になってきます。F-35 といえば日本で墜落事故が起きましたが、やはり操縦には時間がかかるのかもしれません。ですが、どんな機体でも起こる空間識失調での墜落事故と断定されています。データリンク機能により他の機体でもすぐ他の機体の状況が分かるように現在なっています。フライトレコーダーなどを昔のように一つずつ解析する必要がなくなっている状況です。日本は F-35A と F-35B のステルス戦闘機を導入予定ですが、まだまだ機体数はそこまで多く納入されているわけではありません。世界でもアメリカに次いで2番目の購入国ではないでしょうか。アメリカには F-35 と F-22 の2つのステルス戦闘機が存在します。今第6世代と言われるもう一つの戦闘機が開発されています。F-35 は一般的に第6世代と言われる戦闘機へのアップデートが可能な機体です。あと10年先、第6世代の戦闘機が出てきてもそれに近づけるだけの機体の性能は秘めています。ただ問題なのがコンピューターシステムや他の機体の欠陥等があり、そこを修正するだけでも大きく変わってきます。テンペストなどの機体の
計画がありますが、なんか自分に言わせると第5世代も第6世代もあまり変わらないような気がしています。ただ アメリカは第6世代の戦闘機を本気で開発しています。これからどういう機体になるかは正直分かってません。それと日本も F3 計画が始動しだしています。この F3 計画ですが、やはり3種類の機体を同時に維持しなければいけないという日本の規則から早くやはり開発したいという政府の願いもあるのでしょう。自衛隊、防衛省、関係各所がまだかまだかと待ち望んでいます。ただそんなたやすい計画でもなく、まだ方向性も定まっていない状況です。心身のアップグレード版ならすぐに試作ができそうですが、それでは第6世代とは言えない機体と今とはなっています。中国がもうすぐ大量にステルス戦闘機を配備してくるでしょう。そうなる前に日本もより多くのステルス戦闘機を所有することが必要になってきます。ですがこのステルス戦闘機、やはり莫大な維持費がかかるのは目に見えています。ステルス性のちょっと先を見越したもう一歩先のステルス戦闘機を開発するのが大事になってきます。塗料ではなくこう電子制御みたいな感じでできるといいのではないでしょうか。それでは。